はい、どうもグッチャンネルのグッチです。2月に入ってもまだまだ寒い。そう、寒い時期だとね、バドミントンってかなりお金がかかってしまうんですよ。なぜかというとですね、バドミントンにはシャトルでね、バドミントンやってるんですけど、そのシャトルが冬は壊れやすいんですね。そもそもが最近ってシャトルってどんどん高くなってるじゃないですか。もうグレードの高いシャトルとかはもう値段的にもう手が出せん位置にある。どのメーカーでもそれは言えることなんですけど、まあそんな中でもね、グッチは見つけてしまいました。こんないいシャトルあるのかと。今回はね、高騰中のシャトルのコスパがいいやつをね、改めて見つけてきたので、それの紹介をしていこうと思います。まあ早速ね、どんなシャトルかを紹介していこうと思うんですが、こちらです。はい、これフライパワーのね、シャトルグリーン。フライパワーっていうとね、1個前ですかね、だいぶ前になるんですけど、レッドっていうシャトルを紹介させていただきました。これ多分今ここら辺に貼ってんのかな、多分。はい、レッドのね、新しいバージョンが出たということで、今回これを紹介させていただきます。まずはこのシャトルについて紹介というか説明させていただきますと、まあ今日本ではなかなか出回ってないと思うんですけど、インドネシアではだいぶ主流になっていまして、インドネシアのね、全国大会での使用だったりとか、クラブチームのね、練習球にかなり使われているシャトルということをお聞きしました。羽の部分はですね、耐久性の高い水鳥を使用していて、コルク部分は天然と人工のハイブリッドになってまして、ガットと設置するコルク部分に天然コルクを使用することによって、試合球と遜色ない打感で打てるのがコンセプトになってます。まあ、なのでね、通常日本でね、普通に使われているシャトルたちとほぼ遜色ないレベル、まあ、試合球で変わらないくらいのレベルで打てるよってことを聞いたので、今回試していこうと思います。で、そんな中でね、前のレッドと結構説明似てるんじゃねえかと思うんですけども、そのレッドとの違いについてちょっと話していこうと思うんですけど、耐久面に関してはですね、ほとんど遜色ないくらい変わりなく、どちらも耐久性いいんですけど、レッドの方はですね、シャトルの飛びがですね、一つ一つ個体差があってですね、ちょっとばらつきがあったかなっていう印象があったんですけど、今回はそれが調整されているよっていうね、調整版だそうです。まあ、耐久面も良くて、飛びのばらつきとかも改善されてて、さらに良くなったシャトルだよっていうことをお聞きしたので、今回まず早速このシャトル、フライパワーのグリーン打っていこうと思います。おおおお、入った。そう、シャトル、これグリーンね、ラベルっていうんですか、これシールがね、ちょっと可愛らしいですよね。で、シャトルはなんかこれ動画じゃちょっと分かりづらいんですけど、若干真っ白ではないかな、普通のシャトルよりもちょっとだけナチュラルというか、まあ、暗めの白、白に暗いとよくわかんないですけど、シャトルの形状とかもすごい綺麗に揃ってるので良さそうですね。まあ早速打っていこうと思います。
はい、ということでフライパーのグリーン打ってきましたが、率直に感想をまとめていこうと思います。新球から試合で使用してた感覚としては、打球感としてね、他のメーカーさんとかで置ける試合球にかなり近い感覚で打てると思います。というか、あまり感覚としては違いはなかったかな。普通に試合球と同じ感覚で打てたのはとても好印象でした。なおかつ反面シングルなんでね、この2球3球って壊れたと思うんですけど、簡単にラリー中にパキッと折れるようなこともなかったので、僕としては羽の摩耗の仕方もとても良かったかなと思います。どちらかというと簡単に折れるというよりは、どん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 毛羽立ってきて羽が散り落ちていく感じなんで、羽の軸の耐久度はかなり高いと思いました。で、個体差ばらつき、実際にレッドとグリーンでどう違ったかなっていう感じなんですけど、グリーンどれも同じ感覚で打ってたんで、ここもねかなり改良されたポイントかなと思います。日本の公式球とまではいかずとも、試合で使うシャトルくらいの耐久度はあったかなと思います。ただどれも共通して言えることが、このね、あのシャトルのバッジ、このシールですね。使ったシャトルはこのコルクの一層分ですかね、このちょっと一緒に取れちゃうんで、これが取れてしまうと、例えばこの綺麗な真球の状態で思いっきり打って、これが取れたってなった場合に、ちょっとね、あの重さが変わってしまうんで、それだけちょっと気になったかなっていう点でした。まあ取れはしたものの、結構そうそう簡単には取れないです。めちゃくちゃハードヒッターの人とかだったら変わってくるんですけど、まあ僕ぐらいのパワーで、まあ何本打ったってなかなかそう取れることはなかったんですけど、まあ使っていくと、このコルク部分と一緒に、まあこのフライパワーのシールも取れてしまったのが、まあもうちょっと改良できるポイントなのかなとは思いました。ただそこでですね、こちら実際にこのグリーンの値段なんですけど、こちらこの値段に対するコストのパフォーマンスに関してはかなり高いと思う。本番の試合球と同じように練習したいって方は、本番の試合として使われる羽を調べて、その羽を買うのがいいと思うんですけど、ある程度安く同じような感覚で打ちたいなっていう方には、かなりおすすめできるシャトルなんじゃないかなと思います。例えばなんですけども、まあ高校生の練習とかで、例えば大手メーカーさんとかの一番下のグレードのシャトルを買うとか、買うくらいだったら、僕はこのフライパワーのグリーンめちゃくちゃおすすめします。まあジュニアの練習だったりとか、中高生の練習、社会人でもね、ハイコストパフォーマンスのシャトルをちょっと探してるよっていうクラブチームがありましたら、ぜひ一度手に入れて使ってみてほしい商品だなと思いました。そんなフライパワーのグリーンのリンクはこちら概要欄に貼ってますので、ぜひ見てみてください。またフライパワーさんのシャトルだったりラケットだったりとか、新たにね情報とか入りましたら、また動画にしてね更新していこうと思うので、ぜひともグッチャンネルの動画、そしてフライパワーの公式 SNS だったりとかをチェックしてみてください。概要欄にチェックできるようにしておりますので、ぜひとも見てみてください。それではまた次回のフライパワー動画でお会いしましょう。バイバイ。